えー、そうしましたら、えー、始めさせていただきましょう。皆さん顔を上げてこちらの方に体を向けてください。えー、ご挨拶いたします。皆さんこんにちは。ちはえー、ようこそ。えー、この脳トレ2.0記憶法のガイダンス講座にお越しいただきましてありがとうございます。えー、私はですねあのー、今回この講座を担当いたします岸本行夫と申します、えー。この講座はですね。えー この脳をですね、こう生き生きとしながら、そして記憶をですね、こう高めていくと、そういうようなですね講座になっておりまして、今全国各地のですね、このレックの方で開催させていただいておるというようなことであります。あの私自身、今日のですねラインナップをですねざっとご説明すると、まずまあの今日はこんな流れになっているということであります。で私自身はですねあのこの レックのです、ね、この中で脳トり2.0をリードいたします専任講師の岸本もともとはですね脳科学者の脳,再生脳のです、ね、再生学をずっとやっていてもともとは脳腫瘍をです、ね、研究してた人だったんですけれども今はですね逆にこのトレーニングする側に今回っているというような感じで皆さんとですね今日も楽しく進めていけたらなというふうに と思っております。さて、えっ、ー、とちょっとねこの中で聞いてみたいんですけれども、あのー、ちょっとあのねこの中でもうねあの病院に行かれてアルツハイマーとか認知症のテストとかされた方っていらっしゃいます？あんまないですか。なるほど。はい。まあねあのレックで資格試験これから取ろうっていう方はなかなかそういう人はいらっしゃらないと思うんですけれども、実はがあの病院のお医者さんたちがですね。 あの脳を調べるときに記憶のテストすするんですよでどんな感じでするかっていうと例えばね今から言う3つの言葉を「覚えてね」なんていうふうに言われるのね「う分かりました OK 覚えるぞ」って言ってですね、えー、皆さん覚えていただきたいわけですよ例えばですようん何がいいかな1番1番何がいいかなメガネとか言うのね1番メガネとか言うんですね。えー、1番番番メメガガネネ覚えてくださいね1番 ペンとかって言われるのねお2番「ペン」OKOKOK3、えー、番「iPad」とかって何か言われてですねああなるほど iPad とか OKOK みたいな感じでまあ誰でも知ってるような単語をですね、えー、こうやって言っていくわけですねでお医者さんたちは「覚えた覚えた覚えた?」って言ってですねその後でこれらを全部ね後ろに隠すんですよ。で隠してですねあれさっきの3つ、えー、を忘れさせるために「 全然関係ない話を二、三分するんですね、全く関係ない話を二、三分するんですよ。今日はね、えー、今日も蒸し暑かったですねとかねあ、ちょっと雨が降りましたねとかね。これからまた台風が来るそうですけど、大丈夫でしょうかねとかね。全く関係のない話をするわけですね。で、二、三分経った後に、さっきの三つなんだっけって聞くわけですよ。ちなみに、皆さん、さっきの三つ、覚えてますか？一番はせーのあー、よかった、眼鏡ですね、二、えー、番はいきますよ、せーの。 ああペンですねよかったよかった3番目は何かっていうとせーのあ,あよかったということでああ皆さん脳は大丈夫ですねということになるわけでありますで今日は簡単にですね皆さんがどれぐらいの脳のです、ね、記憶力をお持ちなのかっていうことを簡単にですね測るためにテストをしてみようというふうに思いますお手持ちのですね、えー、レジュメがあると思いますのでそちらをお開きください、えー、次のページかな えー、3ページですかね、はいえー、皆さんにです、ね、これから、えー、10個の単語を、えー、記憶して覚えてもらおうというふうに思います。 で私がさっき出したような誰でも知っているような簡単な単語ですですからあの初めて聞く単語とかはないいと思いますねあとこう専門的な言葉とか、えー、変な呪文とかも言いませんのであの安心して聞いていただけたらと思うんですけれどもこのらの10個を、えー、皆さんで、まあ、覚えてみようというふうに思います。ということで、えー、ペンを置いいてください、えー、私ねゆっくり2回言います。 2回言いますどんなふうに覚えていただいてもかまいませんゆっくり2回言いますので覚えてみてくださいよろしいでしょうかではいきたいと思います記憶のテスト10問いきますよ覚えてくださいね1番薬局1番薬局2番消防士2番消防士 三番警察官三番警察官四番羊羊四番羊五番氷五番氷、六番,番,番反省文六番反省文 7番人格者ガンジー,番人格者ガンジー8番タクシー,番タクシー9番世界地図,番世界地図10番カレー。 ということで、ちょっと皆さんこっちの方向いてください。えーとね。モニター見ていただいたらいいと思うんですけれども、実はですね。人間の脳っていうのは、えー、時間が経てば経つほどですね。こんな風に記憶力が落ちていくんですよ。こうずるずるずるっと落ちていくわけなんですね。ということで。だからこの時間が経てば経つほど記憶っていうのは合間になっていくわけです。だから、この皆皆さんこの時間嫌でしょ。<laughs> そのね。 これねエビングハウスの忘却曲線というふうに呼ばれます。えー、実はですね20分経つと物事の42%を忘れるんですよ。で1時間経つとですね、まあ、半分以上忘れちゃうってことなんだよね。1日経つとね74%もうほとんど忘れちゃって大変ですね。で1週間経つと77%消えてるということであります。ポイントは何かというと、まあ、資格試験の勉強をするときにねなるべくこの74%を忘れるまでに、えー、または1日この74%つまり1日 立つまでになるべく早く復習してほしいわけですよ。で、そうすると、えー、記憶の定着が、えー、さらに、えー、入っていきますよと、記憶に定着していきますよということだから、じ、えー、で,で大事なのは復習が大事という、その日のうちに復習してねという話だったわけでございますね。えー、ということで、人間の脳っていうのは、えー、こんなふうにですね、えー、なっているよということでございました。さあ、2,3分ぐらい経ったかな。よろしいでしょうか。ええー。 うんはいではですねペンをお持ちいただきましょう先ほどのページがあると思いますね、えー、皆さんね先ほど何だったのか10個書き出されてみてくださいそれではお願いいたしますひらがなでいいですよどうぞ これ不思議なことに、ね、最初と最後はだいたい出てくるんですけどねあれ真ん中らへん何だったかなっていうね、えー、皆さん結構優秀でしょうからたくさん書けるとは思うんですけれどもよく、ね、あの真ん中らへんが抜ける人が多いんですよね記憶って本当に不思議ですね。 かけましたでしょうかよろしいでしょうか大丈夫かな大丈夫かな えー、大体かけたような感じだと思いますのでで、えー、ではですね丸付けをしてみたいと思います、えー、お隣の同士または前後左右でですね、えーのえー、ノート交換してやってみてくださいノート前後、えー、あ後ろの方もぜひね後ろもう一つの後ろの方とも、はい、せっかくなんで、えー、あの交換してですね、はい、赤ペン出してください赤ペン出してください、はいえー、丸付けいたしましょう、えーとですね、1問、えー、2点差し上げますね。 一問二点差し上げますね。だから十問あるので二十点満点ということにしたいと思います。で例えばですね物が出てきたら一点差し上げあ物と番号が両方合ってたら二点差し上げますがなんかね物は出てきたんだけれども番号だけ違ってたなっていう方は一点差し上げようというふうに思いますね。さあ確認いたしますよ。一番薬局二番ひらがなでいいですよ。二番消防士三番警察官四番羊五番 氷六番反省文七番人格者ガンジーですね。八番タクシーでございます。九番世界地図十番カレーだったわけでございますね。はい、二十点満点中何点だったかなと一問二点でしたね。えー、何点と書いて返してあげてください。返してね、どうぞ。<laughs> <laughs> <laughs> うん、いろいろありますね。えーはい、じゃあ、えーっとはいえー、交換できましたでしょうかさあ聞いてみますよ、えー、っと満点だった人いますかおお、いますね、拍手、拍手、素晴らしい。 すごいですね、えー。満点取られる方も、ね、結構ね、あのいらっしゃるわけなんですけれども、あのこういったですね、あのて脳のトレーニングは実は非常に大事でして、えー、こういったことをですね、えー、できるようになっていくと脳、えー、がですね、どん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 活性化するということでございます。ちなみにですね、えっ、ー、と15点以上取れていらっしゃる方いらっしゃいますか？15点おお結構いらっしゃいますね。なるほど。えー、10点以下の人はいらっしゃいますか？ 今日はいららっしゃらないのねねかったあそうです、ね、なるほどなるほど、はいまあ、こんな感じでですねノートレなんですけれども実はあの私瞬間記憶のパフォーマンスをあちこちでしてるんですけどね見たことありますあんあないですか,あないですかそうですか見たいですか見たいですか見たいですかおおじゃあねノートの次のページちょっと開いてもらっていいですか はいえー、そこにです、ね、20個、えー、書いてありますので、えー、今からですね何を記憶させるかっていったら、まあ、あの皆さんからちょっとお題を出してもらおうと思うの、ね、で何でも構いませんなんかあの好きな単語なんかみんなが、ね、認識可能な範囲の単語を言ってもらったらいいかなという,ふうに思うんですけど、まあ、順々に言ってきますかね何か言ってもらっていいですかどうぞ。 靴べらだそうです。書いてください。一番のとこに靴べらと書いてあげてください <coughs>。じゃあ後ろの方行きましょうか。どうぞ。コー,ーコーヒー。書きました。じゃあ後ろの方どうぞ。カップラーメン。カップラーメンだそうです。<coughs> じゃあ一番後ろの方どうぞ。はい。<coughs> ハ,ンカチハンカチだそうです。<coughs> はいはい。で。 えー、じゃあまあ行きましょうか。はい。えっ、ー、とその白の方はいはい私はい。はいはい、味塩コショ？あ味塩コショ今日買って帰らないといかんのですか。はいわかりました、えー。今日の買い物リストを覚えるということですね。わかりました。<laughs> はい、えー。じゃあ一番前の席の、はい、女性の方どうお願いいたします。はい。 プレイステーション、はい、プレイステーションだそうでございます。プレステね。はい、あいいじゃあ、前の男性の方の方、はい、競馬,競馬お,お好きなんですね。あなるほど、私もなかなかいい感じで、はい、ありがとうございます、はい <laughs> はいえー。次行きましょうか、じゃあ、後ろのメガネの女性、はい、サプライズだそうでございます。はい そういうのをお好きな方。なななあ、考えなきゃいけないのね。なるほど。さ、仕掛ける方なんですね。あ、なるほどなるほど。わかりました。じゃあえっと一番後ろの男性の方からいこうかな。メガネの男性の方。はい。ホワ,ホワイトボードだそうでございます。はい。はい。じゃあ前の女性の方いきましょうか。はい。傘。はい。 じゃあ男性の方いきましょうかはいチリビーンズ,チリビーンズはあはあ、お,お好きなんですか,おか今ん浮かんだんですね <laughs> なるほどはい <laughs>、はいえー、では一番前のねはいいきましょうセキセイインコなるほどあのー、僕の友人でセキセイインコの匂いが大好きっていう人がいてですねええー 大好きだそうです <laughs>、はいえー、じゃあ戻ろうかな、はい、あのもう途中までなると思いますけど、はい、じゃあ二巡目でございますどうぞ紅茶,紅茶だそうですね書いたい次の方どうぞ台風,台風だそうですはい今何番 ?14 番ねあ十14番が台風だそうですね合ってる じゃあ後ろの方、どうぞ阪神タイガース,ガースこれは欠かせませんね <laughs> はい <laughs>、はいねはいえー、じゃあ後ろの方、えー、後ろの方はいどうぞ、はい、梅田梅田,梅田だそうでございますじゃあ前の、えー、っとあ後ろに女性の方はい、はい、宝塚歌劇 お好きなんですか、ね、あ、友達がねなるほど <laughs> 宝塚歌劇いいですねかけたかけたいいですかかけたじゃあ前の女性の方どうぞ札幌ビール,札幌ビールはい。札幌ビールだそうです なるほど。はい、じゃあ男性の方行きましょう。はい。とうもろこしなるほどいいですね。とうもろこし、今でね。いい時期ですね。とうもろこしね。じゃあ最後きれいに締めくくっていただきましょう。女性の方お願いいたします。どうぞかき,かき氷だそうでございますね。はい。 さあ、えー、とどなたかですね、あのー、これをあのちょっとボランティアしていただきたいんですけれども、えー、どういうことかというとね私がさっきね「ね一番何々」って言ったじゃないですかあれを言ってくださる、えー、方をちょっと1人募集したいと思うんですけれども、あのー、せっかくなんで、うん、ね、あのー、せっっかくなんでちょっとお願いできませんかね。 よろしいですかあの何をするかっていうと別に覚えるとは言いませんから <laughs> 覚えるとは言いませんので1番何々1番何々って2回言ってくださいよろしいですかで私が2回言われたら私は「はい」って言いますので「はい」って言ったら私の中に記憶されますで「はい」って言ったら今度2「2番何々2番何々」って言ってくださいそしたら私が「はい」「3番何々3番何々はい」って感じで「20番何々20番何々入、はい、ってください」 というところまでいいきたいと思20番、ね「20番何々」「何20番何々」「何入っていった瞬間に私の頭の中にはきれいにパーフェクトに入っていると思います。というわけで残りの皆さんはですねえー、ちょっと僕もやってみようかなと。 私もちょっと挑戦してみようかなと20個、ね、できるところまでで構いませんから覚えてみていいいただいてよろしいでしでょうかね、えー、他の皆さんはぜひ、ね、ちょっと頑張って覚えてみようというふうふに思っていただけたらいいかなといううふに思います。あとです、ね、あもう私20個なんかもうもう最初から無理だろうとかって思る方はです、ね、この人、私がです、ね、私講師の岸本ゆくがこんなふうにして覚えてるのみたいな素振りを見ていただくのでも構いません。 あの私をあこんなふうに覚えるんだへえみたいなのを見ていただいてでも構いませんね。ということでよろしいでしょうか、えー、どちらでも構いませんあの頑張れる方は覚えてみてねということですね、えー。よろしいでしょうかねじゃあ先ほど私が言ったみたいに一番これこれ一番これこれって2回言ってくださいねじゃあ覚えてみたいと思います。ではいきましょうどうどぞ

阪神タイガースはい16番梅田16番梅田はい17番宝塚歌劇17番宝塚歌劇 札幌ビール。十八番。札幌ビール。はい。十九番。とうもろこし。うん。十九番。とうもろこし。はい。二十番。かき氷。二十番。かき氷。はい。これで私の頭の中にはね。 多分パーフェクトに入っていると思います。本当かな？本当かな？ね、怪しいよね。<laughs> まああの皆さん覚えた？覚えれた人いる？頑張って覚えた人いない？あ本当。覚え,覚える努力はした。ありがとうございます。はい。まあちょっと答え合わせしてみましょうか。えー、答え合わせしてみましょうか。皆さんもねノート見ながら行きましょうね。いいですか？行きますよ。1番靴べら。 2番コーヒー3番カップラーメン4番ハンカチ5番、えー、味塩コショウ、6番プレイステーション7番競馬8番がサプライズ9番がホワイトボード10番が傘11番がチリビーンズ12番が赤水インコ13番は紅茶14番が台風15番は阪神タイガース16番が、えー、梅田17番がええー えー、宝塚歌劇ですね18番が札幌ビールですね19番が、えー、トウモロコシ20番がかき氷ですね拍手 これ、ね、記憶術やってるとね逆からも言えるんですよ20番かき氷19番とうもろこし18番札幌ビール17番が宝塚歌劇16番が梅田15番が、えー、阪神タイガース14番は台風13番は紅茶12番が、えー、石瀬インコ11番はチリビーンズ10番は傘9番は、えー、ホワイトボード8番はサプライズ7番が、えー、競馬6番が6番は六番はをプレイステーションで合ってるよね よかった合った合るよね5番は、えー、味塩こしょうでいいですか、えー、4番は四、えー、番はハンカチですね3番は、えー、カップラーメンでいいですか、えー、2番はコーヒーですねそして1番はん靴べらでいいですねはい拍手 <laughs> この記憶術ってね何番が何とも言えるんですよ何番って言って16番はね梅田です<ー>なんかいいですね何番 4番ハンカチですね何番3番, ?3 番ねカップラーメンです何番 ?9 番,9番ホワイトボード何番あ何番何番 ?19 番,19番それはねとうもろこししかないんだなと、はい、<laughs> いうことでしょあれなんか拍手が起こらないここで <laughs> ありがとうございます <laughs> 拍手を要求してしまいました私ね今ね まああのまあ、10分ぐらいの、まあ、時間だったと思いますけど、まあ、20個覚えましたよで、ね、最高何個いけると思いますか、はい、100おきたもう一声もう一声もう一声うん200 <laughs> 刻んできますね <laughs> もうちょっとあるもうちょっといけるよもっといけるよもっといけるよはい何個何個ぐらいいけるでしょう私700まだいけるもっといける何個ぐらいいけると思います、1000! 来ましたね。もっといけます。えー、もっといけます。2017, 2017何んでそれは。<laughs> 実はですね、無限大に行けます。いくらでも入ります。そういうことですね。<laughs> つまりこれね、本当に皆さんの覚えたいもので使ってくださいよと、そういう講座なんですよ。 ね、で今回脈絡の何,何にも関係ない単語を使ったじゃないですかそれでも覚えられるわけですよでもね、えー、皆さんは多分資格試験ねキャリコンとか、ね、あの行政書士とか取られたい人も結構いらっしゃると思いますよでそういう方はなんかそう脈絡のあるいろんな単語があるわけでしょでそういったものも覚えられますよとこんなふうにしたら見てないでしょ書いて覚えてないでしょ、ね、っていうふうに、えー、覚えられますよと。 でそれを一緒にやりましょうよというそんな講座の、えー、ガイダンスなわけでございました。な、えー、なるほどなあということですね、えー、さあ、えー、皆さん、ね、ノートをちょっと、ね、開いていただきましょうかね。 脳の仕組みの話をちょっとしようと思います脳の話をちょっととしようと思いますね、えー、ではですね、えー、実は人間の脳というのはどうなっているかということをですね確認してみましょう実は人間の脳というのは、えー、脳の中に神経細胞がですね約1,000億個も入っているんですよ。 1000億個神経細胞が詰まっているというふうに言われていますね。この1000億個という数はどういうことかというと、まあ、新聞の長官にしたらだ約です、ね、700年分の情報量なんですね、まあ、相当量ですね、えー、1万円札をです、ねえー、1センチ、えー、ですね、えー、じゃあ100万円が1センチで1億円は1メートルとするとです、ね、1万円をこう積み重ねた量としたらです、ね、だいたい1メートルの1000倍の約1キロをです、ねえー、た積み上げた量の、えー、量 が情報量が人間の脳細胞の中に入ってるというふうに言われてんだよね。だからね。1000億個ということなんですよ。結構あるでしょね。でも、この1000億個あるなあって思った。聞いたときに皆さんは何を感じるかというといや。とはいえね。あ,あの結構忘れるんですけど、っていう人とあそんなに覚えられるの？ っていう人と両方いると思いますね。だから私記憶力結構あるな、ね脳細胞結構多あるなっていうふうに感じられる人と、いやそうは言っても物忘れが激しいんですよ、覚えたいこと覚えられないんですよっていう人両方分かれると思います。ね皆さんはどっちでしょうね、えー。ちょっと聞いてみましょうかね。えー、っと1000億個もあるんだ覚えられるなっていうふうに思える方、あ逆にえー、いそんなにあるのになんでこの女に物忘れするんだろうっていうふうに思われる方、あ。 あ,あ両方いらっしゃいますねなるほどなるほどそういうことなんですね、えー、ということで、えー、じゃあ忘れやすいっていうふうに皆さん感じられるのは脳の欠陥なんですかというふうに聞きたいんですよねいやいやいや実は人間の脳というのはもともと忘れやすくできてますなので物事を忘れやすくできているというのが人間の脳なんですよと いいうののがままず1つ目のメッセージでございますもう1ついきましょう年齢のことをちょっと気にされる方がいらっしゃるのね年を取ると記憶力は衰えるのかということですよちょっと聞いてみますねこの中で私最近ね,もうね年なのかな、ね、記憶力がちょっとっていう人いらっしゃると思うんですけどねあの例えばさあ,のあれよ台所とかに行ってねあの呼ばれるわけですよ。あ,のあそう マヨネーズ取ってきてとかって言われてねはーいってうね行くわけですよで冷蔵庫の中をこうかぼって開けてですねあれ何取り来たんだったっけなって言って戻るんだよねでねああそうだったそうだったマヨネーズだったって言ってまた取りに行くようなそんなことがある方いらっしゃいますああ結構 や実はですねこういったことも実は年齢のせいなのかということをねちょっと気になるわけですね。実は年を取ると記憶力が本当に劣れるのかという話をすると実は人間の脳細胞は実は一日に10万個ずつアポトーシスっていってね自分で壊れていくんですよ。えー、つまり人間の脳,脳細胞は一日に10万個ずつ減っていくの。 これはどういうことかというと、40年で40歳の人はだいたいマイナス14億6千万個減るということですね。だいたい全体の1.46パーセントが減るということでございます。逆に80歳になったとしたら、マイナス29億2千万個なくなるということだから、全体の2.92パーセントがなくなるということですね。ということは80歳になったとしても、脳の全体の約97わパーセント えーはまだ残ってるよということなんですよとということは80歳になっても脳はまだまだ全然問題ないですねと、えー、いくらでも脳の記憶容量は無限にありますよということをお伝えしたいと思います。えー、ということでですね、えー、ここまでえ、ねえー、聞いてもねじゃあなんでなんで私の脳はこんなに忘れやすいんだろうということを え皆さんやっぱり疑問に思うわけですよ。ね、ななんんでこんなにどうして覚えられないんだろうというふうに思うわけね実はですねじゃあ、えー、どういうふうにしたらいいかっていうとですねこのストレスえっ、ー、とね覚えられないっていうふうに思えば思うほど実は脳の中で脳内伝達物質、えー、グルココルチコイドというです、ね、脳内伝達物質がどん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 分泌されるんですね。 でそうするとこれ悪玉ホルモンなんですけれども逆にこれが分泌されまくるともっと覚えられなくなくるんですよだから肝心なこと大事なことは覚えられないなっていって悩まないことの方がむしろ大事ですよというふうにお伝えしたいと思います。 さて、私が一方的に喋っているとで、ね、だんだんお疲れだと思いますので、皆さんにですね、ちょっとここまでのところで感想を話し合っていただく時間を取ろうと思います。感想を話し合う時間を取ろうと思います。せっかくなのでね、今日来ていただいているお隣の方、先ほどですね、丸付けしていただいた方がいらっしゃると思いますね。じゃあここはそこのね、前前後で、そこも前後でお願いします。ここはこの横でいきましょうか。ここは前後で、あそこの後ろと前の方ね、ここまでのところ話を聞いてどんなことを が気になっているのかとかとねどういうことを気づかれたのかとか、えー、あ何が分かったのかぜひです、ね、お互いにしゃべってみてください。自分の言葉でしゃべって自分の耳で聞くと頭の中に入ります。 もう一回よ。自分の言葉で喋って自分の耳で聞くと脳の中に入るので、ぜひ自分が何を思ったのかとか何を感じたのかをぜひ相手の方にですね喋られてみてください。ではですねお互いに向かい合わせな向かってとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では感想シェアタイム2分でございます。用意スタート。 あと30秒です。 さあそこまでいたしましょうかありがとうございましたお互いにありがとうございましたやってくださいありがとうございましたさあ、えー、いかがだったでしょうかねまあいろんな疑問があったと思いますけれどもね、えー、皆さんねちょっとこんなことをやってみようというふうに思います、えー、皆さんにこれからですねちょっとした記憶のワークをしてもらおうと思うのねどういうことかって言いますと、えー、これまでに人生を振り返っていただいてですね 記憶に残っていることを3つ思い出していただきたいんですよもう一回言いますよこれまでの人生の中においてこれこれはっていうね記憶を3つ思い出していただきたいと思いますで、えー、どんなことでも構いません何でも構いません、えー、とどんなことでも構いませんということで今から記憶を3つ書き出す時間を取ろうというふうに思いますノートの次のページどうかな ノートの次のページにね、三つぐらい書けるところがあると思いますので、そちらの方にですね、えー、書く時間を取ろうと思います。お、え、三、ー、分ぐらい取ろうかな。3分ぐらい取りますので、えー、書ける範囲内で書いてみてください。えー、これ後でね、えー、あのさっきのペアの方とお互いにシェア話をしていただきたいと思いますけれども、あのどうしてもこれは。 人には言えないんだみたいなことは別に言わなくて結構ですしあのものすごいこれトラウマだからこれ言いたくないなみたいなことは別に関わなくて結構でございますので書、えー、ける範囲内で人生に残って記憶に残っていること3つ書き出されてみていただきたいと思います。それででは3分間でございますいきますきしょうよーいスタート これまでのね人生において記憶に残っていること3つ思い出していただいて書き出していただいている時間でございます、えー、あと1分ちょいぐらいお待ちいたしますね、えー、と箇条書きでも構いません、えー、と細かく書いていただいても構いません、えー、どんなことでも構いませんので書き出されてみてください 書いた方はね、えー、あ、何書いたかなっていうふうにもう一度、えー、ご自身のメモを見ながら、えー、読み返しておいてください。あと一、えー、分弱でございます。な言,言えますよ。言い,すね、言いましょうか。十一番はチリビーンズですか？あ,あ<ー> <laughs> 何番って言っていいよ。六番,番。六番？六、え、番、ー、プレイステーションですね。 はい何番？五番？五番,番はね、味塩胡椒でしたね。<laughs> 今日買い買い物で買って帰るんだよね。はい <laughs> はい。はい、いはええ十二番の赤線インコですか？<う>あ違った。<laughs> 合ってる？<laughs> いいねこのノリありがとうございます。<laughs> 覚えてます。 えともし私の人生において、えー、本当に覚えないって例えばねもう資格試験の勉強があるとかさ、ね、合格しないといけないとか本気で覚えないとい、ね、けないっていうようなことだったらもうずっとと覚えてると思いますねただ多分ねあの1ヶ月ぐらいとかね記憶の中に残ってるとは思いますがただ私の人生においてね1番靴べらとかさ2番コーヒーとかさ3番カップラーメンとか関係ないじゃんうん。 そうだから多分あの1週間か、まあ、1か月ぐらいしたら多分記憶が薄れてくると思いますが本当に覚えたいものであったらもう1回ちゃんと1週間後にちゃんとそのノートとか見直してみるわけですよそしたらあこうだったなって言って1か月以上入ると思いますねそう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 でもう1か月後にもう1回パッと見てあげたらもう一生入ってると思いますんそんんなもんです、はいはそうですよねでも僕全然ね一番靴べらとか興味ないよ。<laughs> <laughs> <laughs> 顔認証、多分でき、えっと人の顔と名前を覚えるっていうのは実はこの <laughs> あのこの記憶術でめちゃくちゃ強いところでございます。はい。で私はですね別にあの別にね顔と名前を覚えるなチャンピオンではないですけれどもあの別に特別なトレーニングはやっていませんが多分ね30分あったら100人ぐらいは覚えれると思いますね。<laughs> で <laughs> そうあるあるある。で例えば営業先でさあのこのねあの ね、行った先で自分のお客さんの名前を覚えてないとか誰だどちら様でしたっけみたいなことってあるじゃないですかでそういうのもなくなりますね。あとはあのこう自分の 参加のグループのスタッフの人たちの顔と名前を覚えるとかねそういうのってすっごいみんな苦労されてますけれどもやっぱりちゃんとした経営者の人たちはちゃんとこういうのをね記憶術使って人の顔と名前を一致させるってことをやってますね。あの人ののの人顔と名前を覚えるってねね最大の相手への承認なんんですよ、ね、岸本さん でちゃんと呼ばれてあはいはい私の名前分かってくれてるのねってなるじゃないですかねでもああなたあなたあ僕の名前ですかわかんないんですかみたいな感じありますよね <laughs> ということで、えー、まあ、そういうふうにカウトナマウエルトにも非常に効果的でございますはいお楽しみにあはいはいどうぞ何言語私は英語が一番得意ですけれどもあの勉強しようと思ったら何語でも入ります <laughs> はいはい,いまあ、まあ、でもね語彙力がないとね あの語彙が入る英語なんて語彙だからね外国語なんてさボキャブラリーがなかったらえ文法が入ってても全然入りませんよ。分,分かんないそう,そ,うそういうことですねはい。 まあ、2、3分経ったと思いますのでそろそろ、えー、ではですねパートナーの方とですね向かい合わせになって座っていただきましょうかパートナーの方とですね向かい合わせになって座っていただきましょうか、えー、お互いにですね、えー、よろしくお願いいたします行ってくださいよろしくお願いいたしますそしてですねどちらが先行にしようかな、えー、今日のですね先行はですね、えー、靴の先が尖ってる方を先行にしたいと思いますはいどっちが先かなはいはいどっちでもいいよはい口の先がはい、えー はい、えー、決まりましたでしょうか。口の先が尖ってる方、手を挙げてください。どっちの方が尖ってるのかな。はい、じゃあ先行の方はですね。今手を挙げた方が先行でございます。えー、先行の方から、えー、スタートしていただきましょうね。私がこれまでの人生において記憶に残っていることはこれとこれとこれみたいな感じで喋っていってください。そして、えー、お互い、えー、それが終わりましたら、今度は交代でね。えー 時間内にお二人がお互いに記憶残っていることを思い出しながら喋ってみていただきましょうお時間4分ほど取ろうと思いますでは行きましょうかね、えー、せっかくですから、えー、しっとりといきたいと思いますではしっとりモードでお二人で記憶に残っていることを行きましょうよーいスタート はいどうぞどうぞはいはいどうぞどうぞ 你是没得走走狗 あと三十秒です。どんどん進んでね。あと三十秒です。どんどん交代してください。はい。どんどん交代してください。どんどん喋ってねお互い。終わった。終わられた。ありがとうございます。 あと10秒ですはいそこまでにしますありがとうございましたやってくださいありがとうございましたいまはい ちょっと何人か聞いてみようと思いますけどね。私のあのあの記憶紹介してもいいよって方いらっしゃいます。なんか盛り上がってたグループがいっぱいありましたけど。あどうぞどうぞ。はいどんな話が出ました。はい、自分のですねはいはい中学時代バレーボールですか。おおすごいうん下手だったけど <laughs> なるほどうんああそううん。あ お負けないっていう精神が。はあ、培われた。素晴らしいですね。なるほど。まあ、皆さん、拍手しましょう。ありがとうございます。素晴らしい。覚えてますね。これね。一番最初に書かれたのね。これをね。なるほど。なるほど。相当、やっぱり、これは自分の思い出として。大事な記憶として残られてることなんでしょうね。なるほどね。他にも、あの、書かれた方いらっしゃいますか。紹介してもいいなって方いらっしゃいます。あ、ありがとうございます。どうぞ。車、は、で、い。車で。 縦断したの、おお、すごい。すごいそう、どっからどこまで。えと神戸出発で。で鹿児島まで自動車で回って。札幌まで、じ、実家、実わあ。じゃあ、神戸、鹿児島、札幌なのね。すごい回りましたね。そうだったんですか。 1>, あ1週間で回られてへこれはなかなか記憶に、ね、残る旅ですね。なるほどありがとうございます。作とさあ、ちょっと聞いてみようかなというふうに思いますね。これまでの,、ねえー、この人生、まあ、いろいろ皆さんに聞いていこうと思うんですけれども実は、ね、あのこの記憶なんですが今出た話題の中にこういうものはありましたかというのをちょっと聞いて,聞いてみたいんですよ。1つ目 固有名詞が出てきましたか例えばねあのだ女優さんの名前とかねなんかあのまたは資格試験の知識とかねまたは漢字とか英単語とか,なんか地理の、ねえー、問題とか歴史の年表とか数学の公式を出てきましたかそんな出てこなかったはずなんですよきっと。 あ、えー、ターミネーター2っていうのは出ましたよね。はい、その後にカレーを食べたとかっていうのを <laughs> 覚えてたんですよね。はいはいはい。<laughs> あちこちから聞こえておりますが、はいはい。あのー、それはでもみ見,見たということですね。で見て、えー、でそれが面白かったっていうことですよね。でそれをの後にカレーを食べたっていう話でしたよね。そうそう。でも例えばそこで、えー、ロボコップっていう言葉だけ覚えてんだよとかね。ねあのターミネーターの、えー、の あのターミネーターって言葉だけ覚えてるんだよってことはなかったはずですねということで、えー、こういった三つのものはなかったはずなんですねどういうことかっていうとその時の感情とかね、情景が思い浮かんだものしか出てこなかったはずなんですよきっとどうですかちょっと皆さんが書いた三つまあね、書けてるとこまでですけれどもどうだったかなってちょっと振り返ってもらいたいんですね感情や情景が浮かんだものが残ってませんかですね なるほど、そうなんですよ。どういうことかっていうと、次のページちょっと皆さんにね、えー、お開きいたしましょう。人間には自由に思い出せる、えー、自由に思い出せる記憶とそうではない記憶というのがあります。人間には自由に思い出せる記憶とそうではない記憶というのがあります。どういうことかっていうとね、自由に思い出せる記憶というのは何かっていうと、自分の過去の経験が絡んだ記憶ですよ。つまりターミネーターを見に行ったと。 ね、で、ね、日本一周したとかねそ,うでその時バレーボールで苦しかったけど頑張ったとかねでそういった自分の過去の経験が絡んだ記憶ですよこれを経験記憶ところが何かきっかけがないとうまく思い出せないような知識のような記憶っていうのがあるのね。 それこそ資格試験で覚えないといけないような単語だとか英単語もそうですね語学勉強される方はそういった単語も覚えないといけないとかそういったものは何かっていうとこっちは何かきっかけがないと思い出せません。ということで経験記記憶憶ととと知識記憶の2つがあるよということなわけですねで皆さん先ほどのワークでは何をしたかというとこの感情が絡んでいた 経験記憶だったはずなんですよおそらくどうでしょうねどううでしょう先ほどのワークはえ感情が絡んでいたはずなんです、ね、で実はですねこの「感情プラス情景が浮かぶ」って言いましたよねこのイメージなんですけれどもこの感情とイメージを絡めて覚えるこれが実は記憶やらないといけない記憶術なんですね。ということはどういうことか 皆さんに、えー、これからです、ね、お伝えする科学的な見地から説明した時のです、ね、人間が記憶できるのは2種類あります1つ目1つ目は本人が「よし覚えるぞ!」というふうに意識した物事は覚えられると逆に覚えたくないなとか覚えないなって思ったものは覚えられないなって思ったものは覚えられないということですね。これがまずつつ目2つ目 感情が絡んだ出来事は覚えられるということですね。なるほど、なるほど。さっき私が二十個覚えたじゃないですか。二十個覚えましたね。えー、で、あの時に。 し覚えてやろうというふうに思った方は頑張ってできるところまで覚えたはずなんですけどあ私最初からもう無理と思ったら最初から覚えようとしなかったら意識し,たしてないということなので入らなかったはずなんですよ。であとはは感情ととイメージが絡んだ出来事でこれは頭の中に残りますよということですねとということはどういうことか記憶術とか記憶法とは何かっていうとこのイメージと感情を合体させて 関連づけて覚える覚え方のことを記憶術というふうに呼びます。 知識的な記憶も、イメージと感情を関連付けて、結びつけて覚えることを記憶術というふうに呼ぶわけなんですね。なるほど、そういうことだったのか、ということであります。これが種明かしですね。なるほど、じゃあ、ちょっと隣の方とですね。なるほど、そうだったのか、という話。三十秒だけですね、感想を話し合ってみてください。今度はですね、お互いに元気にですね、喋ってみてね、お互いに感想を三十秒だけ喋ってください。用意スタート。 あと10秒です <laughs> はいそこまでにしますありがとうございましたありがとうございましたそうなんですイメージってね と感情を結びつけるということをやろうということなんですね。 ただ皆さんイメージするってなかなか得意な人と苦手な人がいると思いますよ。でこれを一緒にトレーニングしましまょうねというのがこの講座の本編だということですね。あとは感情をどういうふうに結びつけたらいいのというところも皆さんと一緒にやっていくとでそのやっぱりコツがあるわけですね。えー、ということでじゃあ記憶法の実践を、ね、ちょっととと皆さんとしてみようといういいに思います、えー、どういうことかっていうと私がですね先ほど皆さんに出したあの20点満点のやつあの10個の問題があったでしょ。 あれを私がどんなふうに記憶したのかということを種明かししますので一緒に覚えていただこうというふうに思います。ということで、えー、さっきの前のページちょっと出してもらっていいですか前のページ出してもらっていいですか何、えー、だっけな、えー、さっき一番最初にテス,トしたテストしたページがあったかな一番最初にテストしたページがありましたねはい何ページですかな、はいえー、ありりまましたたね、えー、ちょっっとと振り返ってみたいと思い思す え皆さんに一番最初に言ったのは薬局でしたね。薬局でしたね。で二、えー、番目は消防士だったわけですよ。私はこんなふうに覚えました。薬局皆さんね覚えて、えー、思い出してほしいのはイメージしていただきたいのは。 ご自身の自宅の近くにある薬局をイメージしていただきたいのねどんな薬局でも構いませんあのねあの松本清とかここからファインとかね大黒屋ドラッグとか何でも構いません地域のドラッグストアでも構いません薬局をイメージしていただいて。 私はそこのね薬局がねブワーって火事で燃えてるのをイメージしたんですよ。うわー薬局が火事だーっていうイメージをしてそこにね駆けつけたのが消防士。ああ火事ですね。消防します。シュワーってですね水をブワーっとかけている人をイメージしたんですね。えー、そしてですねそ、えー、その後にですねやってきたのは警察官でございます。あらこの火は不審火だ。絶対このお火は誰かが 放火したに違いないな本官が調べるでありますとか言ってです、ねえー、警察官がおどこだ、ドイツが犯人だ、ドイツが犯人だとかってです、ね、こう周りをです、ね、うろうろし始めるわけですよ。わーなんか物騒だなとかって見てると警察官がです、ね、なぜかよくわかんないんですけれども普通、警察犬って連れてるじゃないですか連れてるものが違うんですよ。羊羊警察羊 だからさ警察犬じゃなくてねなんかこう縄につながれた羊が「めぇ」「めぇ」とかってやってきて「あら警察官が羊引いてるよ」ってでこのけ、ね、羊が「くんくんくん」とかでによってにすっ、ね、てもしかしたらこいつ不審火本当に見つけるのかなとかって思ってるとこの羊の、ね、お尻から汚い氷がコロンコロンコロンコロんってなんか、ねあのー、落ちてくるんですね汚い氷がねお羊のお尻からゴロ,ゴロ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 落ちてくるんですよ汚ねえなーとかってこうい 何,何で羊が氷をね,、えー、ねえお尻から出て,出てんのかなって思ってバーッと見てると「お前が犯人なんじゃないか?」って言われて「ですねえ俺違いますよ違いますよえお前じゃないか?」って言われて「え僕違いますお前反省文書け」って言われてですねいきなり放火魔に間違えられて僕はですね 反省文を書かされるるになるんですよ「ええー、僕違いますよ反省文なんか書かないですよ、ね、なんで僕は放火してないです」ってで、えー、やり取りをしている最中に向こうからですねなんと人格者のガンジーがやってくるんですね。この,ものは 放火まではないとあ。やっぱ人格者ガンジーわかってくれてるさすがありがとうガンジーが助けてくれたあ人格者ガンジーがです、ね、このものを話す,が話すがよいとか言ってです、ね、あよかった僕は解放されるって思ってでガンジーがですねよいかこの場を離れるぞって言ってくるんですよ。 わしがタクシーを止めるからタクシーに乗り込め!」とか言ってですね、ガンジーが手を挙げてですね、タクシーを止めるんですね。で「お前乗り込め!」とか言ってタクシーの中にガンジーと一緒に乗り込むんですよ。で「えー、今からどこ行くんですかどこ行くんですか?」 まあ世界は広いとか言い出してですねガンジーが世界地図をバッと出すんですね「うわ世界地図出したまあわしの生まれたインドもここにあるしの行ってみるか」とか言ってですねタクシーが走り出すわけですよね、えー、タクシーで世界地図なるほど世界地図を広げたさあそうかって思った時にお腹が空いては戦はできぬ腹が減っては戦はできぬまあわしの国のこの。 美味しいしご飯でも食べなさいとか言ってですねカレーを差し出されるわけですよでもこのカレーがね辛くてまずかったうんカレーまずかったガンジーが出したカレーはまずかったなカレーは辛くてまずかったっていうのを覚えたわけでございますこれねこんなふうに私は覚えたわけですねさあ皆さんちょっと振り返ってもらいたいんですよ一番目何だったかっていうとねボーボー燃えてたところがありましたね声に出してくださいよいきますよせーのそうでしたね でボーボー燃えてたところに火事だーっ,て言って水をいっぱ杯かけてた放水してた人がいましたね誰かっていうとせーの消防,消防士でしたね消防士の後ろでこれは不審火でないかって,ってですね、えー、ドイツだドイツだって言ってです、ね、こう探しまくってた人がいましたね誰かっていうとせーの警察官でしたねでその警察官が、えー、不思議にですね、えー、引いてたのは警察犬ではなくて何を引いてたかっていうとせーの。 羊でしたね羊のお尻からコロ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 切ったないね冷たいものが出てましたね何が出てたかっていうとせーの氷でしたねで「お前が犯人だろうお前が犯人だろうお前これ書け」って言われた紙ね、えー、なんか文がありましたね何を書かされてたかっていうとせーの反省文でしたねいやいやこのものは、えー、不審者ではないって言ってですね僕を擁護してくれた人が出てきました、えー、誰か誰かっていうと人格者のせーの 人格者のガンジーが出てきたんでしたねそうでがガンジーによってどこかに連れ込まれましたねなんか乗り物に連れ込まれましたね何の乗り物に連れ込まれたかっていうとせーのタクシーでしたねタクシーの中でバッと広げたものは何かありましたねバッと広めたも広げたものは何かっていうとせーの 世界地図でしたねそう世界地図を広げて最後腹が減っては戦はできぬって言ってなんか出されたご飯がなんかまずかったんですよ辛くてね辛くてまずかった何だったかっていうとせーのでしたねというふうに覚えるというふうに私は覚えたわけですこれをイメージストーリー法というふうに呼びますさあ、えー、前のページちょっとね、えー、出してね、えー、先ほどのですね、えー、何ページだったかな十二十 その次のページ、次のページ、16ページ、お出しくださいね。はい。 こんな風にですね、覚える覚え方でございました。今まではですね、えー、どうやってね、えー、覚えるかって言ったら、消防士とかね、えー、ね薬局とかってこう単語で覚えてたんだけれども、そうじゃないよということですね。えー、これから覚えるのには何かって言ったら、えー、このイメージを入れて覚えるということをこれからやっていただこうというふうに思うのね。そうすると、この記憶の中枢と言われる海馬というものがあるんですけど、えー、ここが記憶の中枢です。 記憶するのは海馬ですよ、えー、そしてすぐ隣に、えー、感情を伴うイメージと感情を伴う扁桃体という部位があるんですよイメージを入れると扁桃体がプルプルしますプルプルします皆さん声に出していきますよ扁桃体って声に出してくださいいきますよ扁桃体はい体もう一回言おう扁桃体扁桃体,体をプルプルさせると頭の中に入るということでございました さて、えー、じゃあですね先ほどの16ページかな、えー、1番から10番までもう1回書き出していただきたいと思いますで,ではですねひらがなで構いませんひらがなで構いませんぼうぼう燃えてたあそこから1番から書き出されてみてくださいねそれではいきましょうひらがなで結構ですどうぞ。 おーうん、何だったかな、あんたこの文章を書けとかって言われてたものがありましたね。ね、その後で誰かやってきましたね。大丈夫かな？書けたかな？書けたかな？ね、ひらがなで結構ですよ。はい。ういういはい。 いくらでも入ります。もちろんです。もちろんです。はい。いくらでも入ります。はい、お楽しみ。今日はまだね、ガイダンスですからね。一番簡単な、一番わかりやすいところから、ご説明してますけどね。はい。あのー、実際これ、どういうふうに応用していくかはね、この後、みなさんに、すべて。ご説明いたしましょう。はい。え書、ー、けましたでしょうかね。書けました。書けた。書けた。 けたはいではですねお隣の方とノートを交換してください丸付けしましょう丸付けしましょうね。 丸付けしててななくても大丈夫かないきますよ一問2点でした1番が薬局でしたね2番が消防士でしたね3番が警察官4番が、えー、羊5番が氷6番が反省文7番が人格者ガンジーでしたね8番がタクシー9番が世界地図10番がカレーでございました、はい、満点だったらですね20点満点のところに花丸つけて返してあげてください花丸ですって言って返してあげてねどうぞ。 そうですね。さあ、えーとじゃあ全員にちょっと聞いてみたいと思いますね。えー、アンケート調査でございます、えー。満点取った人手を挙げてください。せーの、はい、おーすごい、拍手。すごいじゃないですか。こんなふうにですね、えー、覚える覚え方のことをイメージストーリー法というふうに呼びますね。これは物語のように覚えていくっていう覚え方でございますが、実は記憶法というのはこれだけではありません。山ほどあります。 イメージストーリー法はですね非常に使えるものなんですけれどもでもですねあのこれだけじゃありません記憶法はねだって何番が何とも出ないしさバックもできないしさ、ね、だからイメージストーリー法という記憶の技法は万全ではありませんで、えー、皆さんはこれ以外の記憶の技法も全部皆さんに伝授いたしますはい とということで、えー、どういうことかというと、ね、今まではこの海馬を、えー、こう単語で覚えよう覚えようとしていたところがです、ねえー、脳はそれでは受け付けないということなのでイメージを入れることによって頭の中に入るんだとそうすると扁桃体が OK というふうに言うんだよね。 そういう風にしていくと、脳の中がえすっきりとですね。入っていきますよ。ということでありました。左側の脳と右側の脳っていうのはね。左脳と右脳っていう言葉があるんですけど、聞いたことある人、左脳とか右脳とか聞いたことある人あ,ありがとうございます。えー、実はですね。左脳と右脳っていうのは役割が違うという風うに言われてますね。左脳は言葉とか言語とか数式とか、えー、そういったものを捉えるのが左脳でございますね。右脳の方は？ イメージとか感情とか、あとはね、あこう体を動かすダンスとかね、体育とかスポーツとか、そういったものも右脳がかなり関係しているというふうに言われております。えー、実はね、左脳が大事か右脳が大事かって言われたら、どっちが大事？両方大事なわけですよ。だって両方あるからさ。というわけで、これからやっていくのは全脳トレーニングでございます。全脳トレーニング、全脳です。つまり左脳、えー、と右脳を 両方をですね、やってトレーニングしていこうというのが全能トレーニングというふうになるわけですね、えー。先ほどのね、記憶のテストも簡単に覚えられますよということでありました。いいですね。えー、全部確実に覚えましたね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。 さて、じゃあね、これから皆さんに何をするかと言いますと、この本本講座の方をね、ちょっときご紹介しようというふうに思います。実はですね、この脳トレ2.0記憶法は2日間の講座であります。2日間で皆さんの人生を変えていくですね、学びのアップデートをしていこうという講座なんですね。第一ステップと第二ステップというふうに分かれています。実は第一ステップの方が記憶の基礎になりますね。先ほどです。 イメージストーリー法を皆さんにご紹介しましたけれどもねこれだけでもまあもちろん使えるんですけれどもそれ以外にもいくらでも記憶の技法ってあるんですよ。 でなのでこれを皆さんにしっかり伝授していこうというふうに思います、えー、そしてですね、えー、こう実は記憶法も実はその、ね、先ほど番号が出るやつとかね数式を覚えるやつとかね、えー、目に見えないものをどうやって覚えるかとかですねいろんなその覚え方が実はたくさんあるんですねでそういったものを全部皆さんに紹介しようというふうに思っております、えー、その中で「お覚えられる」っていうふうですね成功体験を積んでいただこうというふうに思いますね。おこんなの覚ええるの大変だよ20個も、A って思ってたのが、おお、覚えたわ、みたいな感じよね。覚えたわ、じゃないですね。入ったわ、って感じですね。 入った入入入っっったお入ったたという感じになると思います。あとですね、とはき皆さんとやってもらっているように2人組になったり4人組になったりグループワークなんかがたくさん入ってきますので普段ねレックの方の授業を聞いていらっしゃる方で1人で勉強していらっしゃる方はちょっとえこう講座の形態が違いますなのでえこういったことを実際に行うことでえ皆さんとですねえ自信がついたり自己肯定感が上がったりコミュニケーションが上がったりみたいなえ副作用もえあるよということだそうですね。ね えー、そして2日目は何をするかというと記憶法の実践です。 実際にあこんな風に使ったら使えるじゃんっていう話いっぱい教えします。例えば、えー、ね司法書士試験だとか行政書士だとかね、えー、キャリコンだとかこれに使いたいっていう時にあこんな風に使うのねっていう記憶の技法がいっぱい出てきます。こんな話もしようというふうに思ってますね。思考力表現力判断力がどんどん上がっていくからね、えー、ご自身の学びになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。えー、そうするとですね学びの習熟度がどんどんアップするんですね。えー、それをぜひね。 もうね、効率の悪い勉強の仕方はやめましょうよ。ね仕事も覚えるものいっぱいあると思いますよ。でも効率のいい脳の,の,の使い方をしていただいて本当に大事なことをする時間は そっちは使ってほしいというふうに思いますね。覚えることはしっかりでね覚えて、ちゃっちゃと覚えて、そして、えー、記憶して本当に使いたいことを本当に使いたい時間は本当に使いたいねことに使っていただきたいというふうに思うわけですよ。えー、記憶するのができなくて時間だけだらだら経ってるみたいなそんなことがないようにしていただきたいというふうに思っております。そうすると行動習慣が変える変わりますよということですね。これをどういうふうに習慣化していくかと、脳をですねこう活性化したことを、えー どういう風に習慣化していこうかという話になるわけですね。こんな話で第一ステップと第二ステップがありますよというご紹介でございました。そしてですね、皆さんにこれはですねレックの特別講座でまこれだけでも非常に 美味しいし講座なんですけれども、えーとね、何かっていうとと、ね、う公務員試験とか司法書試験とかあの憲法を覚えないといけないという方がいらっしゃるの、ね、で憲法の中に10、えー、憲法の重要判例100選というのがあってねで100個覚えないといけないいいとけんですよで憲法でどういう状況があったかでどういう条文があったかみたいな話があるんですけれどもこれがです、ね、もうすでに、えー、きれいにテキストになってビデオ講座になってご準備があります。 なので皆さんはこれをねこの本編の講座を受けてこのテキストを開いていただいて後に。 このテキストを開いていただいてビデオの講座なんですけどね見ていただくとうわー,ー,ーって言いながら頭の中にきれいに入っていくと憲法がきれいに頭の中に入っていくという話があります重要判例のですね意見審査基準とかですね結論とか論点をきれいにですね脳の中に入れていくこれだけでもね美味しい講座だと思いますよこれだけでも結構高いと思いますけれどもねあの今回はえ皆さんはこの本編の講座に、えー、ぜひですね、えー、これも、えー、ぜひぜひ、えー、参加 していただきたいというふうに思います。あれ、憲法の判例とかでも簡単に記憶できちゃうのって今思った方とおもね。いると思いますよ。いや、でもね、もう皆さん実は判例のポイントを二つ覚えてるんですよ。え?。どういうことか?。 実はですね憲法判例の中に薬事法距離制限法って薬事法距離制限事件っていうのがございます別にね私はレックの専任のねそのこの憲法を教える先生ではありませんあくまで記憶,記憶法の記憶術の先生としてだったらこんなふうに覚えますよということを皆さんに紹介することはできますがあの例えばね レックの先生方、専任の先生方にどこが出るのっていうのを教えてもらってるんですよ。今赤い文字で書いてもらってるところが実は大事なところなんですよ。で、ここのところだけが本番空欄になって出てきます。つまりここのキーワードが分かんないと、えー、合格しないってことですね。 ここのところの空欄になっているところのキーワードが出てこなかったら今回です、ね、そこの問題は解けないということになっちゃうわけですよ。えー、薬局の開設に適配置を要求する旧薬事法及び広島県条例の規則の規制の合憲性が争われたということだそうですけれども、えー、何だった皆さん覚ええてててねね薬薬薬局局局だったたじゃないでですか、ね、薬局でした、ね、薬局がボウボウ燃えてて そこでややっっっててくくるる人ががいましたね。誰がやってくるんだっけ。せーの。消防士でしょ。消防士だからそこで出てくるキーワードは何かって言ったら消極的っていうキーワードが出てこないと駄目なんですよ。ね、でそうすると消防士のあとで出てくるね不審者誰だって言ってた人がいましたね誰が出てきたかっていうとせーの警察官が出てきたから「警察的」っていうキーワードが出ないと合格しないんですよ。 なるほどねえー、消極的警察的目的のための規制配置であり薬局等の偏在、えー競,合えー、競争激化が不良薬品の,、えー、不良薬品の供給の危険、えー、または、えー、医薬品の乱用助長の弊害をもたらすという自由は規制配置のなんちゃらとなんちゃらを肯定するに足りないこの2つが出てこないといけないんだよね。 でね何だったかなってことでみんなこれを文字で覚えようとするんだけど思い出さないわけですよでもね警察官が連れてた名は連れてた人がいたじゃないですかね警察犬じゃないよ何を引っ張ってたかっていうとせーの羊でしょだから必要性っていうキーワードがここで出てくるのねで,で必要性でえ何かっていうと氷のえあ言っちゃったあ羊のお尻から出てきたのは何だった汚い冷たいのは何だったかというとせーの氷だよね 合合理性といいいうキーワーワドが出なな格しないんだよねほら入ったじゃないですか。ということで結論憲法22条第1項に反してですね無効であるというね審査基準が出てますよとこんなふうにですねイメージをつなげていくとあなるほど簡単に入るじゃんっていうことだったわけでございました。ということは。 もう一個あるわけよねねからのやつ、ね、あれはまた別の需要判例ということでございましてそれはです、ね、本編のビデオを見てあこれだったのかということを楽しんでいただけたらなというふうに思っております。 ということでですね、えー、皆さんにはこんなふうにですね、レックの皆さんと一緒に教材開発したものがありますよということでございました。えー、例えばですね、皆さんに、えー、ま別にね、資格試験に合格しなくてもいいっていう人もたまにいるんですよ。例えば勉強に使いたいとか、普段の仕事に使いたいとかね、そういう人は別にあのこんなね、あの憲法判例なんか覚えなくてもいいわけですよね。 でそういうい人たちは例えば、こんな感じビジネスで使いたいという人がたくさんいるわけですよ。皆さん、ちょっと聞いてみますけれども「七つの習慣」という本があるんですけど聞いたことある人あ何人かいますねありがとうございます。 これねあの仕事をしていると結構皆さん、ね、あの読まわされてたりとかこういう研修とかに行かされるんですねスティーブン・アル・コビー博士という方が書かれた「7つの習慣」というです、ね、本があります。でこれをです、ね、あの読,んだと読んだ方もいらっしゃると思うんですけど全部覚えてる人覚えてないんだよね。で 読むんですよでまたは読まされるんですよレポートとか読まされるんですよね職場とかでね「お前行ってこい」とか編集に行ってこいとかっていうね行かされて「ああ7つの習慣か」とかって勉強しに行くわけですよでも何も覚えてないと、ね、そういうようなことになるわけですね。で今日は別にね、あのー、記憶法の習熟とはいけませんが私だったらこんなふうに覚えてるよってことをせっかくだからご紹介します。かだらつの習慣だから 神戸博士だからね私は神戸タワーをイメージしてますね。 神戸タワーに、えー、さっきの、ね、コビー博士がこうしがみついてるイメージを私は作ってるんですねで7つだから7つっていったらやっぱウルトラセブンの7をイメージしますからねンセブンイメージするわけですね、えー、第一の習慣はです、ね、主体性を発揮するだから私だったらこの主体性をシュート体制なんかサッカーはね、えー、ワールドカップですこう、ねえー、キャプテン翼君からシュート体制に入りましたみたいなところを私だったらイメージします。 第2の習慣目的を持って始めるこれは何かというと弓矢の,この的ですね弓矢の的を私だったらイメージするなという感じですね弓矢の的。 第3の習慣重要事項を優先するということでもうよくわかんないからまあ重要って書いてあるプラカードをね準備しようと私は思いますねえ第4の習慣はウィンウィンを考えるお互いね私もいい相手もいいみたいなウィンウィンを考えるときに優勝トロフィーを私はイメージしますね「UWIN」って言ってねなんか格闘ゲームかなんかで「UWIN」って言ってえこう優勝トロフィーがコロンコロンと落ちてくるイメージを私は持っております。第5の習慣だったらら理理解解してから理解される だから理科理科理解をです、ね、イメージするのに理科ちゃん人形を,、ね、を出そうということで私は理科ちゃん人形をイメージするんだよね。第6の習慣は相乗効果を発揮する相乗効果だから掃除用効果ちょっと苦しいかな掃除する時に何かね何かこう効果をこうパチャンと入れた瞬間にそれが動くみたいな掃除用の効果をイメージしますね。 えー、これがですね挟まるとルンバが動いてくれるみたいなイメージを私だったらいたします。第7の習慣は歯を研ぎ続けるだからまあ刀をねイメージしたらいいかななんて思いますね。で最後ねまあ7つの習慣なんだけどその後ね追加で第8の習慣というのが出ちゃったんですよね。えー、内なるボイスを発見するっていうことであ,あボイスか内なるボイス内なる声だからボイスレコーダーをイメージしようかなというふうに思うわけですよ。というわけで私だったらこんな風にイメージ化して覚えます。どんな風にイメージするかっていうとね。 例えばこんな感じ コビーー博士が神戸タワーをねねここうさばってるところにですねなんとウルトラセブンがやってきてですねこのね神戸タワーを引っこ抜こうとするんですね「うわ抜けない!」とか言ってでですねでこの神戸タワーをもうしょうがないな蹴り倒してやるって言ってウルトラセブンがですねシュート体勢に入ってですね神戸タワーをカッコーンって蹴りまくるんですねカーンって蹴った瞬間にその神戸タワーがクルクルクルって回って向こうにあった的にガーンって当たるんですよ「うお的の真ん中に当たった当たった瞬間に的の後ろから重要 重要,重要って書いてあるプラカードが出てきて「おおんだこいつ」と思ったら,たら後ろから「UWIN」とか言ってですね後ろからコロンコロンコロンと後ろから「 えー、優勝トロフィーが落ちてくるんですね優勝トロフィーが落ちてきたと思ったらそれを拾いに行くねりかちゃん人形「私りかちゃんあ優勝トロフィーが落ちてる何だろう?」って言ってこう掲げるわけですねでたなんか優勝トロフィーもらっちゃったってりかちゃんが出てきてなんか周りが、ね、汚れちゃったわねちょっときれいにしましょうか」って言ってですね掃除用のコインをパチャッとですね ルンバに入れるとその掃除用のルンバの、ね、掃除機がウィーンって動き出すんですねあまりにもうるさいからうし上の方から刀をグサッと刺して止めるんですよ。あ、そしてその、えー、刀の柄のところにボイスレコーダーがくっついてるみたいなねイメージを私はイメージ勝手にイメージして7つの習慣をイメージしております。えー、こんな風にすするとコビ博士がですね、えー ね、コビー博士は神戸でございましたねコービー博士7つの習慣だからウルトラ7でしたね、えー、そして主体性を発揮するはシュート体制を、えー、でしたね、えー、目的の的にガーンって当たるわけでしたねでその後ろからプラカードが重要重要って出るわけでしたね重要事項を発揮するその後で「YouWin」っていうんだって、えー、コロンコロンってね優勝トロフィーが出てくるその後ろからリカちゃんリカちゃん人形が出てきて「私リカちゃん優勝トロフィーが出てきて」 来たとかって持ち上げるんでしたね。で、そうすると周り、まあ、がね汚くなったな。掃除しましょうって言って、掃除用効果をパチャンと入れるとですね。掃除が始まって相乗効果を発揮するそれがうるさくてですね。刀を上からグサッと刺してやると刃を研ぎ続けることになって、そのは刀の柄のところにボイスレコーダーがくっついてるよ。ということで、7つの習慣。私はこんな風にイメージしております。なるほどね。こんな風にしたら、あなたが読みたい。本とかビジネス書とかも綺麗に頭の中に入るんじゃないですか。ということ。です ただ今日は皆さんにあのど簡単に紹介してるわけでこれが今すぐこんなすぐに、ね、イメージできるかっていったらできないと思います逆に言うとえそんなイメージでいいのっていうふうになってると思いますけれどもでもそもそもイメージできないと思いますねここまでね瞬時にでこれを覚える時に私は大体10秒ぐらいで覚えますそういうふうになります皆さんもそれぐらいになります っていうようなトレーニングが待ってるよということなんですね。神戸ウルトラセブンシュート態勢マート、えー、そして重要なプラカードを言うウィンリカちゃん掃除用の効果刀ボイスレコーダーこれだけ見るだけで私はこのコビー博士の何つの習慣が綺麗に思い出せるよということでございました。すべての学びにですね、えー、の前に、えー、勉強とかビジネスとかねスポーツとかいろんなことの前にまずこのですね記憶法のノートレ2.0記憶法を受けて いいいたただきたいというふうに思うのねでそうすることによって皆さんのこれから勉強したいね例えば数式とかさその司法書士の勉強とかさ、ね、学校の、ねえー、やらないといけないこととかそういったことがもっともっときれいに 楽に入ってくるようになりますよということでございます、えー、実はですね大阪この梅田港での開催が決定しております9月29日土曜日そして30日の日曜日の両日2日間であります場所はこのレック梅田駅前本校こここちらですね、えー、ということでノートレ2.0記憶法の講座が4万3200円そしてですね先ほどご紹介いたしました憲法の重要判例のテキストとビデオも追 ついて5万トンで760円という値段の設定になっております。これはですね、もうレックの中だけでの価格設定でございますので、ぜひですね、こここちらの方でお申し込みいただけたらと思っております。実はですね、お申し込みにはレック生の方と一般参加生の方がいらっしゃいますので、レック生の方はですね、受付窓口にてぜひお申し込みいただきたいというふうに思いますね。もちろん。 外部からやってきていただいている PTX からのですねご参加の方もですね REC の窓口に行っていただいても構わないんですけれどもそのままですね PTX へご登録のアドレスへお申し込みフォームの URL を後ほど送付させていただきたいと思いますのでチェックインしておいていただきたいと思いますね。ということでまあこんなふうにですねやっていくのにさらに スペシャルクーポンがついております。今日皆さんね、なんか水色なんかクーポンがついてません。はい、そうですね。えー、実は、えー、お申し込みいただきましたら、9月17日の土曜日までなんですけれども、えー、お申し込みいただきましたら2000円の割引が効きます。せっかくだからこのクーポン使ってですね、あのー、お申し込みいただけたらなというふうに思ってますので、ぜひぜひお越しください。えー、ということで、今日はですね、えー、皆さんにご紹介させていただきました。 えー、このですねノートレ二点ゼロ記憶法なんですけれども、あの皆さんにですね、えー、本当に記憶していただきたいというふうに思っているわけですよ。そしてそれを使ってご自身の資格試験とか勉強に生かしていっていただきたいというふうに思います。ねあの一番ね靴べらとかね、二 <laughs> 番コーヒーとか、三番カップラーメンとかずっと覚えてますから、はいあの今度ねあの 例えば私、この後皆さん、ね、さようならありがとうございましたでバイバイってなると思いますその後ね、梅田駅とかで、まあ、私も帰りますよ、でその時きにあ岸本先生だねね、その時に10番は傘って、ね、聞いてくださいよ怪しい人です、はい、いくらでも答えられます。ということで、えー、本当に学びたいことのためにご自身の学びにぜひ使っていただきたいというふうに思っている「脳、えー、トレ2.0」の講座です。 なわけでございました。ということでですね、えー、残り5分、えー、ですけれども、えー、何かご質問ありませんでしょうかね。はいどうぞ。はい。はい。っえっとね、生講義が6時まででございますね。そしてそうですね。 でその後後日、ビデオが見れるということですね、でテキストとビデオがそうですね別でございます、生講義がこの時間の中にあるということですね。はいはいえー、なので、お楽しみにいただけたらと思います。でビデオ講座の方は私ではなくて、また別の専任、ね、の先生がこのイメージを使ってきれいに覚えていく、えー、ビデオ動画が準備してあります。他何かかご質問ありませんかはい 一緒です。はい、一緒です。 えっと、応用され、二日目に、あの、応用をどんどんしていきますので。あの、事例を出してください。その時に、いくらでもお教えいたします。え、実は、え、今言ったようなね、その文系のね。例えば、こう条文を覚えるとか、そういったことにももちろん使えますが、理系のね。例えば、数式を覚えるとか、あの、そういったね、公式を覚えるとか、全部一緒です。で、それに応用いくらでもできます。なので、ぜひ、あの、応用しましょう。 ご自身のためにね、ご自身のものに使われてください。だってね、別にね、憲法を覚えなくていいんだったら、別に覚えなくていいですもん。別にね、でもご自身で覚えないといけない、覚えたいものがあるわけでしょ。そっちのために使われるためにこのトレーニングされたらいいと思いますね。はい、お待ちしております。他に何か？はい。記憶法って？はい。ありますね、いっぱいありますね。ストーリー記憶ありますね。ストーリー記憶ありますね。はい。はい。他に？うん。 うん、いっぱいありすぎてもう本編でやりますのでもうそれはあの一般的に皆さん簡単にできるからですでも汎用性はあんまりどうかなって感じですねそう逆にあの誰でもできるからイメージストーリー法というのは広がってるだけなんですよで、えー、とただ限界がありますね限界がありますねはいそうですね まあ、そうですね。はい。記憶力があると何したい。はい、まず、言語を覚えたい。ああ、言語、いいですね。言語を覚えるね。計算も桁ぐらいまでいま。早く。ああ、早くなると思いますよ。相当早くなると思いますよ。ええー。ああ、めっちゃ楽しみにしててください。それは、あの、しっかり保証いたします。多分ね、三十分あったら、百桁ぐらいは覚えれるんですけど。あの、まあ、それは、あの。どれぐらい。 の何桁を覚えたいとかあるんですか？二桁かけ二桁ぐらいできるたいなあ。ああ、はい。二桁の掛け算ができる。二桁の掛け算を覚えるということですね。二桁かける二桁の掛け。なるほど。言語が、ね、言語を覚えるのに使いたいということですね。もうそれいくらでも使ってください。はい。あの英語でもフランス語でも中国語でも何でもいいですね。はい。いくらでも応用します。はい。まあそういう脳の使い方を皆さんとトレーニングしようということですね。 いいけないですかうわ残念、えー、東京、えー、渋谷港で開催が一応決定しておりますが、えー、東京まで来てね <laughs>、はい、今のところなりません、はいはい、この時間、この日程で開催さ大阪では開催させていただこうというふうに思っております。<laughs> なるほど <laughs> はい あのぜひぜひあのうまく似て合わせてきてね無理やり来ていただけたらなというふうに思います。えー、っとねあのはっきり言います損はさせませんそれだけの絶対的な自信はございます。他に何かご質問ありませんかよろしいですかはい。 ということでですねお時間になりましたのでここでお開きにしたいと思いますお互いにですねあの今日のねパートナーの方にありがとうございましたやってください今日のパートナーの方にねありがとうございましたはいということでですねこれからではあのこれでですね記憶を脳トレ2.0記憶法のガイダンスを終わりにいたしましょう皆さんどうもありがとうございました まだおけ元のほあの受付シートですね、あの書いていらっしゃらなかっただけすみません、その方にお願いします。えっ、ー、と、このとおにですね、この管理の申し込み書あるかなと思いますあの。受けようと思っていただいた方に関しましては、こちらであの手続き可能になっています。9月17日まで、この価格の方から2点減お安くなるクーポンもついてますので、えー、ぜひご検討ください。 ええと、その先生のノートレ記憶法のところだけで、生講義だけで受けていただく場合は4万3円。円それにあのま通信講座の方で憲法判例を覚えていただく。まあ、実際に活用していただく例をま web 受講できるものが付いているものでしたら、5万7 6 0円という形になってますので、まお好きな方でご検討いただければなと思います。では、あの参加いただきました。他にありがとうございました。はい、ではお開きでございます。皆さんありがとうございました。